ホタ動画です。ツッコミがあります。何ですと？とりあえずこれを。あれれ、落ちてるマジックアイテム、取り忘れ。気をつけよう。では、前回のおさらい、ヒーローの性能確認。まずは二人目のアドレイデさん。船のナンパでスノーエルフの国に流されて、どうやらそこで雪の魔法を習得したみたい。クレリックというのはキャッスル所属の魔法タイプヒーローのこと。ターンアンデッドは使えないのか。このゲームにはそんな能力ありません。スキルは魔法関連ばっかだな。スキルの解説は第7回を見てね。その代わり防御は貧弱ですね。そういえばどの魔法がどのタイプかって説明なかったぞ。そうですね。次回は魔法いかないといよいよ困りますね。これは相手がレベル7とか出してきたら、全く効果なしってことか。はい。続いてサウラグさん、お金持ちになるため錬金術を研究。失敗したけど軍隊での地位が上がった。金だけなのか、この人。能力はそうですね。バトルメイジはストロングホールド所属の魔法使いタイプヒーロー。偵察が済んだら留守番だな。それだけで役に立つし。ゲリスの能力の詳細です。もともと速い騎士のスピードが増えてさらに強くなるってのは、使えるな、ゲリスってのは。ここに敵がいるかどうかで作戦は変わってきますね。アデレイではとりあえず、回収作業を続けてもらいましょう。ゲリスは敵を発見したら戦闘開始できるはず。無料で雇用できるインプをさらに追加。上から左に行くべきか、下に行くべきか。ゾンビを雇える施設発見。ゾンビを雇うとモラルが下がるんだっけ？そうです。ゲリスには持たせたくないですね。とりあえず、雇用できることを確認。石を得られる施設発見。毎週2回だけの施設です。シップヤード見つけたけど海には行かないのか。海に行くと陸に戻るまで必ず1日以上かかるので、出かけるなら手ぶらなヒーローですね。敵の本拠地だったらサウラグはオダブツかな。その確率は高いですね。チューリップタウンでした。早速取ってしまおうぜ。サウラグはレベル1クリーチャー1体なので返り討ちに遭います。1日に補充されたキャッスルのクリーチャーを雇用すれば余裕で落とせますね。じゃあ、すぐ帰ってこい。全速前進だ。スピードアップする手段は持ってませんね。お金さえあれば、レベル7クリーチャーを雇えるので、お金を使いたくないですが、新しいタウンが手に入ると、お金も増えるので今は兵力増強。魔法施設の増強はお金は1000だけなので作ります。新しい攻撃魔法が手に入りましたね。ゲリスは覚えられるのか、レベル2の魔法は全てのヒーローが覚えられます。じゃあゲリスを帰還させて覚えさせようか。兵力補充と同時にやった方がいいので、今はサウラグに兵力を持たせたいので悩みますね。未探索の場所も多いし、ヒーローを追加した方が良くはないか。ヒーロー追加と兵力補充を同時にできる余裕はないですね。マジックアロー。すでに覚えているのでハズレですね。アデレイデの位置はそんなに離れていないし、長期戦になった時の予備ヒーローですから中立を落とすのは、彼女にやってもらいましょう。プロテクションクロムファイア、火の魔法に対する耐性を
えます。次回魔法解説やります。こっちにも中立タウン発見。こっちも取れば一気に収入3倍か。二つ目以降のタウンは2000までなので2倍ですね。取れ、今すぐ取れ。近くにライバルがいないので焦らなくてもいいような。サウラブミカン。馬小屋効果で移動力、週末まで増加の告知。アデレイデに兵力を渡すのか。そうです。インクはどうしよう。そのまま。サウラブには下の探索を継続してもらいましょう。地上の風車の回収はしないのか。探索の方が少し重要だと思います。そんでもって敵を見つけたら死ぬのか。身代金は兵力に応じた金額ですので、最小兵力のサウラブは生き残れる。普通はそうです。普通じゃない状態というのが気になる。とりあえず目的地が決まっているリーダーを優先移動。金増加施設、同一兵力で戦うときはこういう資金収入方法が多い方が競り勝ちます。クリスタルも定期収入。できればいいのですが、もうちょっとかかりそうだね。レベル7クリーチャー獲得に向けてお金を貯めておきます。中立のタウンを取る前にやっておきたいことがあります。まず、酒場をクリックして、シーフギルド、盗賊ギルドの情報を見ます。各勢力の情報が見られます。一番上が所持するタウンの数、もし、他の勢力が多かった場合、中立を取った後、同じならに、それ以上ならそれ以上だと数を特定できるようになります。レベル6、死は強いな。レベル7の天使はもっと強いです。ネクロポリスのホールは右上になります。資金増加施設の建設条件は酒場なので、中立タウンでは酒場を最初に作ります。シーフギルドを見てみましょう。タウンを獲得したことで情報が変化しているのを確認できます。取得タウン数を増やすたびに得られる情報も増えていきます。手強いのは青らしいな。ヒーローのパラメーターが負けているぞ。ここで表示されるのは最も兵力の多いヒーローなので、ヘリスの能力なら互角ですね。さすがにそろそろ敵と対面しそうな予感がします。
いないだけで戦力大幅ダウンか。天使がいるだけで同じように戦力が変わります。このタウンの名称はタワー、ホールは右下です。どっちに行くべきか。上にします。酒場を作っておきます。収入は最高ですね。このマップは。さらに中立タウン発見。攻撃開始。このタウンの名称はランパート、ホールは右下になります。慣れてくると、この情報で青がネクロポリス、茶がコンフラックスだとわかります。もしかしたら、茶色の勢力は離れ小島にいるのかもしれませんね。ランダムですから、プレイヤーが離れ小島に島流し状態で始まることもあります。その時は相当難易度が上がっていると言えます。のある施設の戦力確認。違いでは受けたのですが、ここは退散。ほとんど全部の資源を定期的に得られるようになりました。ファイヤー獲得。一体どっちにいるんだ、敵は。天使の準備ができたら全力で殺敵ですね。拾ったアイテムは特定の魔法無効アイテムです。大抵役に立ちません。セオリー通り収入アップ。
法や弱体化魔法を消せます。重要な防御魔法です。未探索エリアを確認。一回探索した場所がまた黒くなっているぞ。これはネクロポリスの特殊能力、クラウド・オブ・ダークネスの影響ですね。自分のタウンの周りを未探索にできます。すると、この場合青が上にいるってことだな。その通り、相手の方が自分の方向を晒してくれました。次の週には天使を準備したいのでここは出費をやめておきましょう。どんどん回収。テリスは天使を雇用するために戻るのか、その前に一つやることがあります。見つかるかな？いたぞ。いましたね。レベル5のクリーチャーまで揃えているようです。こっちもレベル7を当てれば楽勝だな。そうですね、しかし、遠いのですぐには行けません。こっちも行き止まりって雰囲気。長かったけど天使準備完了。どれくらい強いか見てみたいぞ。強いですけど雇用費用もかなりのものです。では索敵機、じゃなかった、索敵ヒーローを出動させましょう。近いのは、ここかな。タワーが近いですね。野党なら、能力の低いのがいいですね。イーグルアイの能力を持っていますからちょうどいい捨て駒ですね。兵力はもったいないので、外しておきましょう。突撃だもう一匹雇えますね。他のタウンと違って、ネクロポリス攻略は帰り道に迷子になる危険があるので、索敵ヒーローが余分にいた方が安全です。兵力を剥がすと身の代金の節約ができます。やられる気満々だな。盛り上がってきたのですが、次回は魔法解説だな。ラック解説です。ラックは一定確率で与えるダメージを2倍にします。確率量はモラルの時と同じです。違うのは低くても一切ペナルティがないことです。重要度が低いのでアイテムの空きスロットがある時、ラックアイテムを入れる、その程度の要素です。完全におまけ扱いなんだな。そうですね。